ひろゆきさんがですね、ニューヨークタイムズ紙に登場しましたと。いやー、これちょっとツイッターでも話題になってたかなと思うんですけど、うん、はい、ニューヨークタイムズでなんとあのひろゆきこと西村ひろゆきさん、はい、登場しましたよ、はい、でわざわざ東京支局長が取材に行ってですね、うん、彼のインタビューなどをもとに構成された、うん、まあすごい記事でしたよ、はい、かなり詳細に、うん、で報じてます、写真はちょっとじゃあ出していただけますか、はい、これニューヨークタイムズに載ってた写真なんですけど、はい、はい、こうなっております。わざわざこういうの出してるんですよ。でちょっとね、意図的だなと思うのはこの右側の、うん、写真なんですけど、ほら日本の国旗のこういう、うん、ちょっとこいつ右翼っぽいぜみたいなところもアピールしてんのかなとはちょっと思いました。なるほど、はい、でいうことなんですけど、ひろゆきさん、我々の世代、まあ、我々の世代からするとやっぱりひろゆきさんってちょっと怪しいというか、うん、そのニコニコ作ったのひろゆきさん、もうそのうちの創設メンバー、まあ、最初の、まあ、ニコニコのアイデアとかそういうのを出したんでしょう。あ、そういうことですか。やりとり、はい、で我々としてはやっぱ僕の世代としてはやっぱり2チャンネルを作った人間だということ で、2チャンネルって今でもあるんですよね、一応存続はしてる、はい、あると思いますね。存続しちゃったもんですけどね、はい、売っちゃいましたけど、うん、あるわけですよね。でそもそもは、元をたどればですね、1998年の、アメゾーという掲示板があったとする、はい、掲示板ですね、うん、でそこから、巨大掲示板として、まあ、それをアメゾーはなくなっちゃったんですけど、うん、2チャンネルが、まあ、独立して、はい、でその後にこう存続で、うん、まあ、どんどん分派ができてってことなんですけど、このひろゆきさんのことを、詳細に論じております、うん、はい、ひろゆきさんのしかもこの裏の顔を紹介するっていうのが、はい、このニューヨークタイムズの記事の、はい、狙いだったそうです、うん、で、ひろゆきさん現在 SNS からアベマ TV みたいなテレビ解説者、はい、および政府の広報にも出てるっていう、うん、はい、そうですね、ですよね、はい、あ、なかなかすごい。で、ニューヨークタイムズの記事によれば、あ、まあ、ひろゆきさんが受けてるのは、まあ、いわゆる日本の主流派に対して中指を立ててるからじゃないかって言ってるんですけど、僕はこの解説、そういう感じかなっていうのはあるんですけど、主流派に対してなんか反抗してるってイメージあります？ひろゆきさん、まあ、あるんじゃないですか。あ、ありますか。それはだってちょっと違うことを言うっていうか、まあ、誰に対しても噛みつくっていうか、はいはいはい、まあ、そういう感じじゃないですか。そういう感じなのか、はい、はい、で、もともとの2チャンネルっていう掲示板があって、うん、でそこの主として実は、アメリカに留学1年間してたそうなんですよ、うん、はい、でそのアーカンソーかどっかの田舎の大学なんですけど、うん、そこ田舎、アーカンソー田舎って言っちゃ怒られそうですけど、うん、実際田舎ですからね、アーカンソー、はい、アーカンソーの、にいた時に、アメリカのサーバーを使ってどうやら始めたのがあの2チャンネルらしいですね、はい、で実際その後に電車男、うん、あれ2チャンネルが発祥じゃないですか、はいはい、あれが出たっていう話とか、うん、あと2チャンネルに書き込んだものを、ある殺人犯が、これ僕ちょっとどの殺人犯の話か分かんないんですけど、書き込んでて2チャンネルに、はい、でそのおかげで、その犯罪の様子を2チャンネルに書き込んでたってことで、その2チャンネルの主だってことで、ひろゆきがこうわーっと出てきたってのが2000年ぐらいですか、前後ぐらいですよね、うん、2001年とかそんなもんですよね、うん、っていうことです。で、アメリカのサーバーを使って運営してるんですけど、うん、日本でいろいろ、まあ当然なんですけど、今合計1億円ぐらいでしたっけ、はい、名誉毀損民事裁判でやられて、うん、で一応支払い命令というか、まあ従ってないんですけど彼は、それやってるんですけど、僕は別にはもし殺されるって、死刑だって言われれば払いますけど、別に法律を完全に犯してるわけじゃないんで、僕は払いませんってことで、うん、一応2チャンネルのまんまほとんど管理せずに、うん、まあ、ほっぽりっぱなしだったんで、うん、そこで、なんかもう放置プレイで、はい、彼は自分、僕に責任ないですよということで、支払いをずっとやめてるという状況ですよね、うん、はい、数々の民事裁判による名誉毀損の賠償にも応じてないということです、うん、ここまで説明してます、はい、で、そのコントロールしないスタイルだっていうふうにずっと言ってたんですけど、最終的にはやっぱりなんかいろいろあったみたいで、うん、結局売りましたよね、うん、でその後に今度アメリカの方で4ちゃんっていうのがあるんですけど、はい、そこを、2015年に変わったということでございますね、はい、うん、はい、うん、でこの2014年のこの4ちゃんの話があるんですけど、ひろゆきさん自身は4ちゃんを管理してる、まあ、自分が一応管理して、まあ、トップの人間であるってことを、うん、あまりメディアに言ってないと、うん、でそれは理由があって、まあ、ニューヨークタイムズの説明によると、うん、その今4ちゃんをめぐって、うん、規制しないあまりにも自由な発言の自由を認めてるがゆえに、そこで白人、なんつうか至上主義とか、はい、レイシズムとか、まあ、要はトランプによって国が分断されたような議論がそこに入っちゃってる、はいはい、あと Q ですよ、はい、そうですね、Q もこの掲示板じゃないですか、そうですね、だからはい、虐殺とか、うん、これ Q の陰謀論とか、うん、はい、
そういうの全部今書き込まれてるのは4ちゃんなんですよ、はいはい、でニューヨークタイムズの記事がやっぱり問題視してるのはこのクリストファープールっていう4チャンネルの売り主から買って、うん、今ひろゆきが4ちゃんを管理してるはずなのに、うんうん、全然管理してない、なるほど、でその利益だけはもらってるっていう状況じゃないですか、うん、はい、それはこれプラットフォームの管理者としていかがなものかっていう記事、これはアメリカ訴訟社会だから、はい、うん、これはもしかして動き出す人が出てくるんじゃないのという感じですね。そうですね、あの僕はこの記事全般的に読んでみて、はい、だからまあ問題あることを彼はだからあまり表立ってやっぱ話してないのはやっぱり後ろ暗いところがあるからだと、うん、4チャンネルっていうことなんですよね、はい、で僕はこれ規制しないプラットフォームとしては、うん、言論の自由、確かに自由は残ってるのかもしれないんですけど、うん、はい、僕はニューヨークタイムズがこういう記事を書いたっていうことは、うん、アメリカのリベラル側の勢力にいよいよ目をつけられたかと、うん、なるほどね、いうふうに僕はちょっと思いました、はいはいはい、この辺は、ね、はい、で、ひろきさん自身はこれ法律を破ってないというスタイルでずっと突き通してるんですけど、うん、これアメリカでおそらくこれ今後法改正がいろいろ行われてると思います、うん、はい、そうするとフェイスブックみたいにそのやっぱり規制しなきゃいけないよねってことになって動き出すかどうか、これがどう規制してされていくのかっていうところがひろゆき氏のこれからの運命にかなり大きく関わってるんじゃないですか。まあ、彼は所得自体はありますからね、財産をどこに隠してるかは分からないけど、ね、所得自体は全然今でもある人ですからね、はい、で僕はこのニューヨークタイムズが取り上げたおかげとっていうところにすごい気になるところなんですよ、うん、っていうのは僕もちょっといろんな別のコラム、IT メディアっていうところに僕書いたのかな、はい、はい、顔認識のクリアビュー AI っていう、うん、ものが、今ウクライナ戦争で使われてるよって話を僕書いたんですよ、うん、でそのコラムの中で、まあ、調べてる時にも分かったんですけど、はい、クリアビュー AI って要するに初めは、うん、まあ、ニューヨークのスタートアップなんですけど、はい、テキサスとかそういういろんな地方の、まあ、政府というか、まあ、警察とかが始めたの、はい、まあ、人権関係なくてとにかく犯人の顔を照合するためにこれ便利だから使おうぜってことで顔認識バーってやってて、で写真パッと見せればそれが誰だかってすぐ分かると、うん、SNS とか使って、はい、でそれはでも問題だよねっていうことになって人権団体の人たちが勝手にその体のパーツ、まあ、顔ですよね、そういうものを映像として貯めといてネットに上がってるものすべて勝手にやって AI にぶっ込んで、うん、でアルゴリズム作ってると、はい、人権侵害だってことで大騒ぎになったんですよ、うん、はい、でそのきっかけになったのが、2002年かな、ニューヨーク、あ、2020年ですね、ニューヨークタイムズがこれ取り上げたから、なるほど、でこれ問題だよねって言ってわってなった、うん、今回ひろゆきさんがこれ、はい、目つけられたわけですよ、なるほど、これ来るんじゃないかなっていうことですね。そうですね、これ結構でかいニュースですね、はいはい、僕は個人的にはそう思ってますけど、うん、いやどうなるか分かんないですよ、うん、この法律的には、はい、ただ今これこういうふうに取り上げるとおそらく目つけて、そこで問題になって訴訟が起こったりとかっていうことあるんで、まあ、ふっかけてすごい金額取れる相手だっていうのが分かれば、うん、アメリカの弁護士だとやる可能性はありますよね。ありますね。ところが、まあ、はい、その財産があるのかどうか、日本の国税局だって全然、はいはいはい、多分タッチできてないんだと。てか政府の広報に使われてるってことですかね、今ね。それすごいですよね、はいはい、どういうことなんだでも我々の世代からすると、はい、ひろゆきっていやもう怪しいじゃん、うん、初めからってことなんですけど、うん、はい、今あれですよ、20代の若者に聞くと、うん、ひろゆきって今、うん、日本の首相にしたいナンバーワンらしいですよ。なるほど。いや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 、ね、はい、ちょっとどうなの、うん、それはっていうことですよね。やっぱ世代の差がコンテクストが違うと、うん、もうこうなっちゃうわけですよ、はいはい、文化人ですよ。そうそう、文化人になってますよ。なるほどね。いやいやいや、まあ、だからこれはちょっとアメリカの法律を破ってるわけじゃないっていうこととかと含めても、うん、アメリカ関係ないじゃない、結構解釈の仕方とか、はい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 、損害があったが当然あるわけだからって、ね、だから要は書き込みの運営の実態ですよね、はい、どれぐらいのクレーム言っててどういう対応したかっていうところなんで。でもこれおそらくもう FBI とかから目つけられて規制される方向に行くのはこれ、うん、まあ、特に民主党系のね、こういうニューヨークタイムズに取り上げられたっていうのは、これ今後の動きとしてはひろゆき氏自身はちょっと警戒しなきゃいけないんじゃないかなと個人的に思ってますけど、うん、はいはい、やっぱ結局犯罪の温床というか、うん、そこから例えば、ちょっと前にバッファローっていうニューヨーク州の、うん、僕が大好きなバッファロービルズというチームがあるんですけど、はい、うん、あのバッファロー、ナイアガラの滝のすぐそばの町なんですけど、うん、結構大きな都市、あそこで、殺人事件、まあ、銃撃事件があって、まあ何人か死んでるんですけど、うん、その
か銃撃事件を起こした白人のお兄ちゃんが、うん、やっぱり4ちゃん見てるんですよ、はいはいはい、4ちゃん見てこの、うん、まあ、要するにひろゆきが管理してるこれ、まあ、ね、はいはいはい、このプラットフォームの中で、うん、その思想にこう感化されちゃって、まあ、4ちゃんで Q の書き込みとかもあって それが海を渡って奥山さんが黒幕みたいな感じの話にもなってるんですから、それですよ、だから被害者ですから、被害者ですよ私、はいはい、あれを放置したのは良くないじゃないか、十分被害者ですよ、はい、で実際にでもほら、うん、全く彼はもともとフリーハンドでやるっていうのは彼の信念ですから、うん、そう何でもありなんですよね、はい、確かに確かにそういう意味では、うん、なんで、うん、いやこれは僕はちょっとやばいんじゃないかなと個人的に思ってます、うん、なるほど、わかりました、はい、FBI とかね、はい、動くかもしれないですね、そうですそうです、はいはい、なので、はい、まあひろゆきさんが今ほらフランスに行ってるじゃないですか、うん、はい、でそういうところもなんかアメリカに行かずにそこっていうのはなんか一つそういうことなのかなとちょっと思っちゃいます、はいはい、いかがなもんでしょうか、わかりました、はい、はい。